皆さんこんにちは、近藤ひろきです。今日は、タイトルを見ていただけると分かりますが、ちょっと若干テーマが、重いというか、深いというか、そんな話をしようかなと思っています。この動画は多分、この動画に行き着いた人は、まあ、チャンネル登録してくださってる方を、あとは、まあ検索で、まあ、例えば障害とか障害者とか、まあ、僕の場合脳性麻痺なんで脳性麻痺とか、まあ、脊髄損傷とか、まあ、いろんな障害に関わる、検索をしてくださった人はこの動画に行き着いたのかなと思っています。まあ、あとは、障害のことを紹介している方のね YouTuber というか、チャンネルの人の、関連動画であったりとか出てきてるかなと思います。まあ、ここにきっとたどり着いて、クリックだけしてくれただけでもありがたいのかなと思ってますが、はい、僕のちょっと、ご紹介をすると、まあ、僕は先天性の、生まれつきの、ね、脳性麻痺でございます。もうちょっと言うと脳性麻痺による両下肢機能障害という、障害でございます。両下肢ということは足だけなんです、足ということなんですが、まあ上肢にも麻痺はあります。障害者の、級があるんですが、まあ、障害レベルの級でいうと、2級になります。まあだいぶ重い方ですね。まあタイトルの通りですが、皆さん、まあどうでしょう、障害をお持ちの方、まあ先天性の方や後天性の方いると思うんですが、皆さん毎日多分必死に生きてると思いますが、どうでしょう、皆さん生きてるって辛いですかね。僕はね、20半ばぐらいまでは、なんだろうな、生きる意味っていうのをあまり感じてこなくて、なんだろうな、自分の存在意義っていうね、この日本でね、この地球でね、自分の存在意義っていうのを常に自問自答していました。まあちょっと幼少期の話をすると、まあ僕普通学級で、過ごしてきました。特別支援学校とかそういうところは行っていなくて、まあ普通学級に通ってました。小学校からですね。はい、で僕今34歳なんですが、まあその当時、僕は、まだ杖ついてね、多少歩くことはできていました。ただ、車椅子あったのか、ちょっとごめんなさい、もう記憶があまりないんですが、とにかく電動車椅子に乗ったのが小学校5年生ぐらいだっていうのは覚えてはいるんですが、それまではまあ、自分で移動するには、まあ、誰かあのバギーみたいなのに乗ったりとか、車椅子もあったのかな、乗ったりとかして押してもらって、いました。まあ小学校はまあ親にね、送り迎えしてもらって、近所の人に、頼んで、送り迎えをしてもらってました。学校内ではね、まだ小学校4年生ぐらいまでは、まあ教室からの移動そこまでなかったので歩いて行ったりとかねしていました。で小学校5年生になって、電動車椅子に乗って、ただ、2回3回とかは電動車椅子持っていけなかったので、まあ、車椅子を用意してもらって、学校側でね、友達に押してもらったりとか先生におんぶしてもらったりとか、まあ、そういうことで、学校の生活をしていました。なんだろうな、もうその時からかな、みんなと違うなというのを感じていました。まあ、自我が芽生えたぐらいかな。うん、なんかね、みんなは走れるけどなんで俺は走れないんだとか、まあ、とにかく僕は両下肢機能障害なので、とにかく自分の足のことについては、常に気にしてましたね。まあドッジボールもできなければ、鬼ごっこもできなければ、うん、かけっこもできなかったと。まあただリレーとか、運動会とかは、まあ杖ついてね、リレーさせられたというか、走ってね、みんなに頑張れなんて言われた時もありましたが、若干トラウマです恥ずかしいっていう感じかね。まあそんな時もありましたよ。まあいい思い出かな、今となればね。とにかくね、やっぱり普通ということに、僕は憧れていた記憶がありますね。とにかく憧れてたかな。普通にドッジボールしたい、普通にかけっこしたい、普通に鬼ごっこしたい、普通に自転車乗りたいとか、普通に一輪車乗りたいとか、普通にプールで泳ぎたいとか、とにかく普通に憧れてた、年頃だったかなというふうに思います。まあそのままね、年月を重ねてって、うん、僕はね、
頭も全然いい方じゃなかったし、何か特技があるかって言われたらその時は全くなかったので、ただひたすらね、ファミリーコンピューターやスーパーファミコンやら任天堂64やらプレイステーションやら、とにかくゲーム三昧、とにかくゲームばっかしてましたね。まあ今思えばゲームに逃げてたのかもしれない、よりどころがゲームだったのかもしれないですけど、いい言い方をすればですけどね。そんな感じで、まあ幼少期やら青春の時期を過ごしていましたかね。まあきっかけが一個実は、高校の時にあって、それまでは本当にゲームばっか本当にゲームばっかやってたんですが、同級生がね、ギターが上手い子がいて、その同級生を見てわかっこいいなと思って、自分も弾けるようになりたいななんてその時思ったんですよね。で僕さっきも言ったけど手にもね障害があるんで、ギター弾けるかどうかっていうのはまあ無理だろうと思ったんですよ。してで友達に聞いたんです、これでもギター弾けるかなみたいな。そしたらまあやってみなきゃわかんねえんじゃねみたいな感じなことを言われて、その時になんかちょっとハッとしたというか、そうだよな、やってみなきゃわかんねえんだよなっていうふうに思いました。でそっからね、左のが、こっちの方が重いんで、あの麻痺が普通の右利き用ギターだと難しくて、左用ギターだとできるなと思って、左用ギターを探してたんですが、まあその時高校の時に行った、軽音楽部に入ったんですが、先輩がね、一個上の先輩が左利きギターを持ってて貸してくれたんですよね。そっからもうひたすらもうとにかく、ガチガチに固まったこの腕とかを頑張ってリハビリして、まあ、指と指の間をねこう広げてとかね、まあ、みんながやるような感じですよね、ギターの人がね。とにかくひたすら練習しました。で当時流行ってたモンゴル800とかのね、小さな声の歌とかあなたにとかね、先輩から耳コピーしたのを教えてもらって、パワーコードとかねコードを教えてもらったりとかして、とにかくひたすら練習して、ある程度もう全然下手ですけど弾けるようになったんですよね。でその時に少しやってみなきゃ分かんないんだなっていうことに気がつきました。そんな青春時代を過ごして大学生になりました。で大学はちょっと遠いところだったんで、まだねその当時今から14年15年ぐらい前はまだまだ駅とかがバリアフリーではなかったんで、エレベーターがなくて階段昇降機しかなかったりとか、学校に行くのですら、結構大変だった。それもそれでいい思い出なんですよ今。とにかくまあそれだけでも大変だったんで、大学に行って、勉強して、帰ってくるというのが大学のルーティーンでしたね。僕さっきも言ったけどそんな頭良くないんで、でそんな目標もなかったんでね、まあ一応英文科だったんですが、ろくに勉強もせずね、なんとかチャラチャラしながら大学を卒業してしまったんです。でいざ社会に出て、まあ英語を話す必要がないところではあったんですが、まあ就職できて普通に働いてたんですが、まあ果たしてそれが自分がやりたいことか常に悩んでたんですよね。その時の上司の人が見てたら申し訳ないんだけど、まあ人間関係があんまりうまくいってなかったなって個人的には思うし、僕があまりにも生意気だったというか社会のことを何も知らなかったので、上司、ね、今思えば上司の人がたくさんいろんな社会のね、厳しさを教えてくれてたんですが、その時はとてつもなく辛くて意味が分かんなくて逃げ出したいぐらいでしたね。多分若干鬱になってたのかもしれない。本当に辛かったですね。その時もずっとね、僕の自分の生きる意味とか社会の歯車に役に立ってんのかとひたすら自問自答してたんですよね。まあそんなこともあって悩み悩み、僕は一体何がしたいんだろうと、何ができるんだろう、果たしてこれでいいのかと悩んでました。23歳ぐらいかな。まあちょっとね精神的にもだいぶ参っちゃってたんで、あとはね、まあ英語を話す必要じゃなかったんだけど、ちょっと英語を話さなきゃいけない時があって、まあ近藤さんに対応よろしくって言われたんですが、僕本当にその時英語全く喋れなかったんで、 Hello My name is Hiroki ぐらいしか言えなくて、女子に失望されたんですよね。お前は4年間何をしてきたんだと。その言葉がすごい引っかかって、何やってたんだろう今まで自分と、ろくに努力もせずゲームばっかしてたし幼少期の頃、頭が悪いからつってね勉強しないで今まで生きてきて社会に出てこうなってしまったと。なんかその時にねふとね変わんなきゃいけないな自分と思ったんですよね。一応英文科なんでね、この中途半端になってしまった英語をもう一回勉強したいなと思って、会社をその時23歳からで辞めて、その時は貯金とかはね僕趣味がほとんどなかったんで釣りぐらいしかなかったんで、お金はすごいその時、まあ、あったので、まあ年金ですね。とにかく、英会話学校に行こうと
思って、毎日英会話学校行ってました。数ヶ月経ってある程度喋れるよ、ある程度というか今思えば全然だけど、その時ある程度喋れるようになったんだけど、これはまだまだだなと、やっぱり海外だなとその時思ったんですよね。やっぱ海外行けば喋れるなんだろうと、家族に相談して海外行きたいと思うけどどう思うと、いいんじゃないっていう答えが返ってきたね。じゃあ海外行こうと、まあ、脳性麻痺、車椅子、今まで一人暮らししたことない僕だったんですが、行こうと決意したのが25歳、2011年の、2月の終わりですね、オーストラリアのシドニーに行きました。まあその時は全てのことを全部自分でやらなきゃいけなかったので、まあ、炊事洗濯、あらゆることですね、身の回りの生活のこと、あとはまあ語学学校に行ってたんで勉強のこと、目標を作ってやろうと、決意しました、自分なりにね。そっからかな、なんか生きるっていうか生きてることの楽しみを覚えたっていうか、全部自分でやんなきゃいけないからね、まあ周りのサポートはもちろんあったんですが、それがね非常に楽しくてですね、自分も頑張って勉強はしてたんでハイレベルなクラスまで行けるようになって、まあそのご褒美として、一眼レフを買いました。当時ねキャノンの、60D っていうカメラをね当時買いました。でまあ、語学学校も、ひたすら勉強して結構喋れるようにはなって、帰ってきました。それが2012年の1月かな。せっかく、ね、勉強してきた英語を、ね、みんなに教えたいと思って英会話学校をね、探して、問い合わせしてんですよね。まあうちではうちのところはバリアフリーではないので難しいとお断りされたのが何件もありました。やっぱりこれまだまだ、厳しいなと思って、まあまずはね自分でとにかく細々とでいいから教えてみようと思って、まあ、当時はミクシーだったかなかなんかに、書き込んで、まあ、英語を教えますよ書いたりとかして、あとは知り合いとかね知り合いずつで紹介してもらって教えたりとかしました。で、その時にねちょっと上手くなりたいなと思って外国人のね、カメラマンの YouTube 見て英語を忘れないためにも英語で見て、勉強してました。でそんなかなんやかんやあってもう1年経っちゃって2013年かな。ただそこから、大きな起点があって、まあ今僕解雇の業界のところで、写真撮らせていただくことが多いです。それも2013年に、友達に連れてってもらった介護の勉強会がありまして、たくさんの人と出会うようになりました。で僕も、その時はもうひたすらカメラの勉強をしてたので、そのねイベントを撮影させてもらったりとか、当時はボランティアでしたけどね、撮影させてもらって、まあ、SNS とかにね、名前付きで紹介して、アップしてもらったりとかして、まあ、そこからいろんな人たちと出会うようになっていつの間にかお金が発生するようになりました。いろんなところでね、役に立てている自分、カメラでねカメラのお仕事で、役に立てている自分っていうのは嬉しかったんですよね。今まではね、まあ親だったり友達だったり学校の先生だったり、まあ日本ですね社会的な保障を、受けながら、育ってきたので、何かずっとね役に立てないものかと悩んできましたが、その時は初めてかもしれないかな、社会の歯車に慣れてる、感じを感じました。非常に嬉しいんですよね、カメラを通じて、いろんな人と会って、いろんな、撮影させていただいてそれを納品して喜んでもらえて、カメラって永久的に残るもんじゃないですか、写真ってデータ消えたりとか紙に印刷した時燃えない限りは、はい、永久的に残ると、そんなね人生の足跡を残せるこの今のお仕事は非常にやりがいがあるし、まあ僕の今の生きる根源というか生きる意味、カメラを通じて、人の役に立てると、社会の歯車に慣れてるっていうことが非常に今僕の生きる意味です。車椅子に乗ってねパシ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 撮ってます。もちろん、車椅子なので撮りづらい撮りにくい、場所だったりとかあるんですよね。やっぱりそこはね、しょうがないですよね。ある意味これを受け入れながら相手にも受け入れてもらって可能な限りでいいので、一生懸命やっとってくださいと
言われているので、撮ってます。まあそんなかんやおかげでね、ソニーさんからねソニーさんのプロサポートを受けながらプロとしてね、ソニーさんからも認めてもらって、今お仕事させていただいてます。はい、僕の生きる根源はやっぱり人の役に立ちたい、日本のね歯車になりたいという、今はそれが叶って非常に幸せですが、それまでは非常に本当に悩んでました。これを動画を見てくださっている方はもしかしたら自分のね後天先天的に障害を持って悩んでいる方や、後天的に障害を負ってしまって今までできてたことができなかった、悩んでいる方っていうのもいっぱいいると思います。僕もね先天的で20半ばまでずっと悩んでました、今も悩むことはあるけれど、やっぱり大事なことって自分ができることの中で最大限努力するというのが大事だなと今はそう感じてます。カメラもね、結構勉強自分でしたし、あとは人との出会いで僕の人生だいぶ変わったかなと思います。できることを最大限努力すると、障害のせいにしてもねしょうがないんですよね。世の中結構厳しいです、本当に厳しいです。障害なんて関係ねえよと言われることは多々あります。非常に、辛いというか大変ですよね、やっぱり世の中は。まあ今はだいぶねバリアフリーが進んできたり、いろんなデバイスがね開発されてきて、だいぶ良くなってきてはいますが、まだまだ生きづらいと感じる方も多いかなと思ってますが、僕の場合はなんだろうな、このカメラに出会えて、変わった。まああとはその前に一番大事なのは、まあシドニーで自分で自分を変えようと決意して、自分なりに目標を立てて自分で努力したと、自分で言うのもなんだけど自分なりに努力したと、相手から見たら大したことないかもしれないけど、まあ自分の人生なんで自分なりでいいと思ってます。あとはやっぱりいろんな人に出会うことかな、それが非常に大事です。人のことを常に人に感謝して、まあ尊敬して信頼して、社会人としてのマナーというかね、そこが非常に大事なんじゃないかなと思っています。この動画でね見てくださった方で、何が変わるか分かりませんが、僕は今までそうやって生きてきて自分を変えたいと思って、僕なりに自分で努力して今楽しく、障害はありますが楽しく生きてます。僕のことを好いてくれてる人もたくさんいるし、僕を欲してくれてる人も、欲してくれてるとか必要としてくれてる人もたくさんいるので、その人たちのためにも、もっと自分をね、努力して、頑張っていきたいなと思ってます。はい、辛いこと多分たくさんあると思いますが、どうか、自分のことを信じて、僕ね自信っていう言葉があって、自分を信じる、昔は自分を信じてなかったんですよ。だけど今は自分を信じようと思ってます。だから自信はあります。自分を信じる力ですね。俺ならいけるぞと。はい、まあカメラでもね、世界的な、フォトコンテストに、入選したりとか、入賞はできなかったりけど、まあ SNS で有名な、写真コミュニティのね写真展で優秀賞を取れたりとか、一応結果も出せてきています。そうやって自分なりに努力してます。自分を信じてね。なので皆さんも自分を信じてやってみてください。何ができるかは自分で決めてください。何でもいいとは思いますが、今はいろんなね、生き方があります。昔よりはだいぶ生きやすくなってると思います。まあ自分を信じて頑張って、見てください。それだけです。はいはい、以上です。僕のね、生きる意味、生きる根源を、ちょっとお話しさせていただきました。もし、この動画にねなんか感想があったらコメントください。まあとにかくこの動画が何かしらのきっかけがあればと思っています。はい、という感じでこの動画は以上になります。なかなか喋ってすいません。ではまた。